ダンダーテイル。バカにしてんのか？あ、チンカソ。うるせえ！行こう！はい、どうも、クソ投稿者です。皆さん、新年明けまして、おめでとうございます。ということでね、新年早々、ローリングおみくじというものを引いていきたいと思います。あ、前から車が！これはね、運がいいですね、やっぱり。まあ、こういう武装に当たってこそ、エクバ2を感じられるというかね、大吉って感じがしますよね。で、まあ、新年にね、一発目に上げる動画なんですけど、残念ながらね、録画した日付が、去年ですね。カウイソー本部医者もんて頭やってるたまいで喧嘩がいつでもやってやるよ全部来いこんにゃるわまだまだサロジー。はい、新年初覚醒をちゅうことで、まあ、縁起がいいですね。で、対面にいるね、クソバイクじゃなくてね、フェニーチェなんですけど、最近、やったら増えてるらしいんですけど、どうやって、あいつの攻撃避ければいいんですかね、本当に。ですがね、相方が、某伝説の怒り猿なんで、まあ、大丈夫でしょう。信じます。殺してやるよ。継続できません！伝説の怒り猿。はい、着地に向かう。重さ 460.0kg、怒りやすい性格、いつも猛烈に怒っており、怒って暴れる。水素の音。危ねえ。はい、2戦目です。変わらず相方は怒り猿さんでお願いします。最後の1戦だけね、普通にシャッフルの動画になりますのでご了承ください。で、相手はフルグランサとなんか姿が見えませんね。やってやる、やってやるぞ。ピーネ抜けろ、ピーネ抜けろ。なんか起き上がりの無敵時間が想像以上に長かったみたいです。とはいえね、あの一連の格闘だけでなんとね295ダメージ。おかしい、火力が、何かがおかしい。ですがね、怒り猿さんがフルグランサをその間削ってましたので、一瞬だけちゃうって感じでフルグランサの撃墜に成功と。で、フルグランサが覚醒していくんですが、まあ距離が離れてるんで、まあ特に大丈夫でしょう。なんかもう味方にしか被害が出てないように見えたんですけど、気のせいですかね。あと一応プライベートマッチのね、対戦の様子なんで、その他諸々のことは、皆さん気にしなくて大丈夫です。手痛いのもらいましたが、しっかり覚醒相手いきましょう。メガレンジャー。石つぶって矢井パンチが炸裂した。いや、減りすぎ。一瞬で300近く減りましたけど、さすがに補正と覚醒でとんでもないことになってますね。
いう感じで落ちていくんですが、まあまあまあ折り返しとしてはかなりいい状況でしょう。まあ状況的には相手2機で両方減ってるので、デルタがね、急激に減らないように立ち回れば大丈夫かと思われます。こいつでとどめだ！ミスです。バカ者！なぜここでミスを犯すんだ！これはひどい！はい、最後の対戦です。これね、日付が7月26日ってあるんですけど、これ去年2020年の日付じゃなくて、これ2019年の、7月26日ですね。はい、本当にあのなんでこんなことやってるのかっていうと、本来はですね、まあ新年になって、新しいてか最新のバージョンで視点をね確保しようと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、あの三が日のなんか人の多さが尋常じゃなくて、これちょっと行きたくねえなっていうことで申し訳ありません。まあ今まで使ってなかった視点を使ってるっていう感じですね。まあドアンザク自体は参戦してから修正一度ももらってないので、まあ性能据え置きって感じで、特に視聴に関しては問題ないかなと思います。戦闘逆転やるやん。光に飲み込まれましたけど、相方がとどめをさせてくれたので大丈夫です。逃げるんだよ。正義執行発射。いやー、さすがに減りますね。ちょっとね、排入のあの CS の当たり方がやばかったですね。ただ結構減らせたので、先落ち分はカバーできたと信じたいです。ファンネル避けられません。相方を助けに行きましょう。突撃。これではいけませんね。これで仕上げだ。やられちまう。やったぜ。